ガイ・ジャクソン・ヘッカーは、アメリカ合衆国ペンシルベニア州、ヤングスビル出身のプロ野球選手。右投げ右打ち。19世紀のアメリカガソシエーションで9年間活躍し、投手部門と打撃部門の両方でリーグ1位を記録した。1882年のアメリカガソシエーション創設の際、ルイビルエクリプスの選手としてメジャーリーグに登場。 当初は一塁を守ることが多かったが、投手としても13試合を投げ、1.30という低い防御率を記録し、9月にはノーヒットノーランを達成、翌年から主に投手として登場するようになった。2年目の1883年は53試合に登板して28勝の成績を残す。圧巻は1884年で、この年、ユニオンアソシエーションが活動して、 各チームの選手層が薄かったこと、またオーバースローが解禁になったこと等も手伝って、ヘッカーは75試合に登板し72関東、670イニングス以上を一人で投げ切り、リーグ最多の52勝、385奪三振を上げただけでなく、1.80の防御率も残し、この年のアメリカンアソシエーションの三冠投手となった。その後は、 登板回数を徐々に減らし、登板しない試合では一塁を守るという形で出場していた。1886年は、投手として49試合に登板する一方、を打つ方でリーグ最高の341の打率を残した。しかし翌年からはそれまでの投げすぎもあって、投球、打撃の両方の成績が急激に低下、1889年を、 最後にルイビルからピッツバーグに移籍する。1890年には、現在のピッツバーグパイレーツの監督を務めたが、チームは23勝113敗と惨敗し、この年を最後にメジャーリーグを離れた。その後は、石油の事業の傍ら、いくつかのマイナーリーグなどのチームの監督を務めていた。百三十八年に、オハイオ州で死去したが、その七年前に交通事故に遭い、 かつて52章を挙げた右腕はすでに自由が効かなくなっていたそうである。順位は年度最終順位。ありがとうございます。